アッケシキリタップコンブ森国定公園は、北海道釧路郡釧路町、アッケシ郡アッケシ町、浜中町、川上郡渋茶町にまたがる国定公園である。元は、アッケシ道立自然公園として1955年に指定された都道府県立自然公園で、2021年3月30日に国定公園に指定された。釧路町東部の太平洋沿岸から、 厚岸島を経て、浜中町霧タップにかけての海岸断球、海食がけ、故障、湿原などの変化に富んだ地形に恵まれている。釧路町昆布森から、シレパ岬にかけての海岸一帯は、と岩、タコ岩などの祈願を見ることができる。大黒島は海鳥の繁殖地になっており、大黒島海鳥繁殖地として、国の天然記念物、鳥獣保護区に指定されている。 また、アッケシコ、別館編牛出現とキリタップ出現が、ラムサール条約登録湿地、国の鳥獣保護区に指定されている。建牧紀島は、畑正則が熊や馬を連れて約1年間移住した島である。公園区域の植生はとどまつ、岳館馬、水なら、シナの木などの金光林、海岸大地の草原には、ひおぎややめ、山吹ウ馬、ま、 雪割子桜などが群生している。キリタップ湿原では初夏に、エゾテイカクシロハナシノブ、イソツツジなどの鉱山植物が開花する。また、オオハクチョウをはじめとした、ガンカモ類などの水鳥、タンチョウ、オオワシやオジロワシ、エトピリカなどの希少鳥類も分布している。中でも、アイヌ語で、美しいクチバシという意味のエトピリカは、日本国内では、 アッケ氏からネムロにかけての沿岸部にしか生息していない貴重な鳥であり、大黒島は日本国内最大となるコシジロウミツバメの繁殖地になっている。春から秋にかけて公園区域の故障や湿現に国の特別天然記念物である単鳥が生息している。海鳥だけでなく、道東におけるゼニ型アザラシの繁殖地にもなっている。豊富な海産物もあり、 森林や湿原によって蓄えられた水が河川の安定的な流量を確保しているため、柿、アサリ、昆布などの名産地になっている。北海道は、道の環境審議会に、厚岸道立自然公園の国定公園化を諮問。2020年10月30日、道の環境審議会は、厚岸道立自然公園の指定会場と、公園計画の廃止を答申した。 2021年3月30日、新たに別館編牛出現やライト目伏せなどにも、地域を拡大した4万1487ヘクタールが、全国58カ所目、道内6カ所目の国定公園に指定された。ありがとうございます。